今に魔法省が気づくからな、悪党はアズカバンで口当てろ。すごい感情的な肖像画の人がいる。あの、大丈夫ですか？困ってるみたいだけど、大丈夫？お前にはそう見えるのか？いや、見えませんけど。目の前にいるのにさらわれた？何を言っている？目の前にいるのは当然だろう。額縁は他にもあるのだ、お前には家が一つしかないのか？別の額縁の話だ。あ、別の額縁？誘拐の浮き目にあったのだ。誘拐？よりによって生徒に、奴は泥棒を雇ってもう一つの絵を盗ませたのだ。生徒がそんなことする？本当にそんなことがあったの？大げさに言ってるだけじゃなく？本当に決まっておろう。あの馬面のアストリアクリケットが話しているのを直接この耳で聞いたのだからな。仲間とつるんで厚かましくも私の文句を、そのうちにろくでもない集団を雇って3本の星から私を盗むなどとまで口にした。もう一つの絵はそこにかかっている、ごちゃごちゃした場所だが、まあ悪くはないだろう。昔知り合いがホックスヘッドに連れて行かれた。以来音沙汰なしだ。そうで、絵のことだけど。ああ、もちろん。カツラの手入れをしていた時だった。暴漢に襲われ、私は連れ去られた。三本のほうきから連れ去られたのね。私は校長に頼まれて大事な仕事をしている。校長？あそこにいなければならんのだ。早くもう一つの絵を三本のほうきに戻さねば。何の仕事してんの？校長のために重要な仕事をしてるって何？あそこでは様々な話が耳に入るのでな、校長がその話を聞きたがるのだ。あ、教えてるのか。今では随分頼りにされるようになった。監督生だった頃を思い出すな。あ、若い時からの付き合いなんだ。アストリアクリケットって誰？誰か聞いとこうか。あなたの額縁に何の用があるの？4年生の問題児だ。あ、年下か。他の悪ガキどもとこの私の鼻先で悪行について話し合っておいて、それを盗み聞きしたと因縁をつけてきよった。職務を全うしていた私を懲らしめてやろうとして額縁を持ち去ったのだ。見当違いにも程がある。まあでも聞き耳は立てているんじゃない？ブラック校長に教えてるんでしょ。盗まれた額縁の行き先に心当たりは？何か見えたりとかしない？もちろんだ。こともあろうに廃墟に運び込まれた。廃墟？めんどくさ。今にも崩れそうで、音からすると水に囲まれている。水か、海辺の廃墟。そうだ、途中で海岸を見たこともよく覚えているぞ。結構遠いんじゃない？じゃあ調べてみるよ。はあ、やってくれるか、なんと素晴らしい。だが急いでくれたまえ、私はまるでふさわしくない場所に持っていかれたのだ。ふさわしくない。すごいなんか高圧的な彫像画の人だな。3本のほうきに行くのね。わかったわかった。よいしょ、3本のほうき来たよ。どこだ？あ、この子か。あなたがアストリア？ちょいとお話を。問題でも？あなたが額縁を盗んだってフェルディナンド・プラットは言ってる。盗まれたっていうより移動された。あ、移動したの？の方が正しいかな。正確に言うとしたら、フェルディナンド・プラットは可能したおできのようなやつよ。すごい悪口言ってる。なんか嫌なことされたのかな。そこまでひどい人じゃないよ。今んとこね、私から見たらね。あいつがやることなんて、ここで生徒を見張って校長に言いつけるだけ。報告するネタがないと作り話もするんだから。ああ、それは良くないね。湖の水を抜く計画をしてるとか言いつけたせいで、私は4時間も罰則を食らったのよ。湖の水？とにかく頭にきた。彼も額縁を何その池の水を抜くみたいな。一体どこに置いてきたの？どこにもやってない。額縁はお金を払って盗んでもらった人たちのもとね。海岸沿いで野営してるわ。とにかくわざわざお金払って盗ませたのか。遠くにやりたかったの。今もきっと図書館で騒いでるんだろうね。ああ、まったくあいつってば。騒ぐ必要なんかないはずだよ。ホックズヘッドに置いてやればよかった。あのお坊ちゃんはホックズヘッドって嫌なとこなの？匂いなんて苦手そうだから。あそこの常連はフェルディナンドみたいな子供を夕食にするんだ。夕食？でももう済んだこと。ここにあいつはいない。その事実を満喫すべきよ。そうか。それじゃまたね。作り話で嫌な噂を校長に流されたせいで罰則受けたのね、この子は。それは確かにちょっと嫌だな。まあでもとりあえず一旦探しに行ってあげるか、絵を。
廃墟の中にねやってきましたよ。多分ここの奥にいるんだろうな。あ、いた。くたびれたぞ。私が無事だったのは奇跡だな。すごい虫がたかってるなこれ。落ち着いて、うん、来たよ。なんと言った。外の奴らは私を燃やす気でいるんだぞ。奴らに少しでも知能があれば私を焼くよりも3本の本気へ戻した方が得だと分かるはずなのにな。どうして。私はあらゆる話を耳にしていてね、いわば情報の宝庫だ、うん、さあぼやっとするんな。カクテラワーには帰らねば。私がいないと場が葬式のようになってしまうのだからな。静かになって良さそうだけどね。あ、3本のほうきに戻す以外も選択肢。もし私があなたを戻したくなかったら。あら、一体それはどういう意味だね。燃やせばよかった。あ、ホックスヘッド、なんか悪いとこっていうか嫌みたいだけど、噂話聞くんならこっちの方がね、いい話聞けそうだけどね。それよりホックスヘッドはどう。いい話をいろいろ聞くよ。なんとも面白い冗談だ。さて三本のほうき頼むぞ。みんな会いたがってるに違いない。慎重に運んでくれたまえよ君。ただでさえ神経過敏になっているのだ、うん、おい、どこに入れた。真っ暗じゃないか。こんなこと言語道断だぞ。いやいやいや、持って帰るんだからおとなしくしててよ。抗議するぞ。私をこんなところに入れるとは。おまけになんてものが入ってるんだ。なんてものって、私は何を入れてるんだ。っていうか静かにしとれ。3本のほうきかホックスヘッド、あ、どっちか選べんの。え、どうしようか。でもなんか嘘ついてるって言ってたからな、ホックスヘッド行こうかな。ちょっとフェルディナンドには悪いんだけどさ、嘘つくのは良くないからさ。お前今すぐここから出すのだ。うん、飲みにたかられたらどうする。いや、運んであげてるじゃん。早く出せ。まあでもこういう感じだから嫌われちゃうんだろうな。よいしょ。あ、もうここに置きますよ。うん、一体どういうことだ。三本のほうきだと言っただろう。うん、違うね。ここはホックスヘッド、うん、お前ふぬけ薬でも浴びたのか。よりにもやってこんなところに連れてくるとは。なんて不快な場所だ。そんなに悪いとこじゃないと思うけど、まあ試してみなよ。気に入るかもしれないし、うん、待て待て、よもや私をこんなところに置き去りにする気ではなかろうな。さよなら。新しい家を楽しんでね。元気いっぱいのさよならだったね。いつもならどっちもつまみ出すんだが、色男は嫌いじゃないからな。ああ、歓迎されてるじゃん。やめろ、もう射的の的になるのはごめんだ。ああ、じゃあお元気でね。多分ここの生活にも慣れたら結構いいもんだと思うよ。ナティとお話ししよう。ああ、ちょうど話したかったんだ。うん、アッシュワインダーズからよく逃げられたよね。気づいてる。私を助けて以来君は学校中の噂の的だよ。あ、そうなの。みんな知ってるんだろう。自分から言えば多めに見てくれるかと思って計画を母さんに伝えたんだ。あ、そうだ、伝えてるんだ。そうしたら他の先生たちに話したみたいで。あら、まあ、あとはあっという間。すぐ噂流れるね、やっぱ学校は。なんていうか見る目が厳しくなっちゃってるみたいだし。まあ心配はしてるだろうけどね。心配するのも無理ないよ。危ない橋をいくつも渡ったからね。そうね、ギリギリのとこだったからね。アッシュワインダーズに閉じ込められて命が危なかった時、母さんが正しいのかもって思ったよ。シンガー巡査に証拠を届けて何か変わったかな。何も。ハローは力をつけてる。何も変わってないのか。誰かが止めないと。シンガー巡査でも私たちでもいいから。誰かがあいつみたいな怪物を止めてたら父さんは今も生きてた。お父さんに何があったの。とても天気のいい日でね、うん、母さんは病気になった近所の人の看病に出かけてて、私と父さんはサバンナにいた。あ、そうなの。2人で。お父さんも動物もどきだったんだね。父さんはすごく威厳のあるキリンになれたんだ。キリン。よく首につかまらせて背中に乗せてくれた。素敵じゃん。家に帰る途中で村の方から来たならず者の集団を驚かせちゃったんだろうね。
そいつらの一人が顔からスカーフを外した時に私を見つけた。そいつが叫んで私にライフルを向けた。ナティに見られたくなかったんだね。そうだよね。父さんは私を守るために首を曲げた。そこに弾が当たったんだ。父さんは倒れて守るためにか、すぐ人間の姿に戻ったよ。うん、それを見てならず者たちは怯えてさっさと逃げていった。魔法が怖かったんだ。そして父さんは死んだ。全部私のせいだ。ナティのせい？どうして？私を守って死んだんだよ。あの時の私に自分を守る力があったら今も生きてたはずなんだ。父さんなしでも二人でやっていこうとしたけど、うん、だんだんどうしようもなくなって。でもナティのせいではないと思うけど。国を離れてスコットランドに来た。うん、あ、敵を討とうとしてるってこと？ナティ、アッシュワインダーズを倒せば敵討ちになると思うの？ううん、私を駆り立ててるのは復讐じゃない。そうなんだ。父さんはそんなの望まないよ。よかったよかった。私は父さんと母さんに戦えない人に代わって戦うことは名誉だと言われて育てられた、うん、危険がつきものなのは知ってるけどその価値があると思う。君も同じ考えみたいで嬉しいよ。うん、あ、でもお父さんはナティを守れてよかったって多分思ってくれてると思うけどな。お母さんはどう考えてるの？うん、見たと思うけど母さんはすごく心配してる、うん、素晴らしい占い師だけど父さんに迫ってる死が見えなかったことが今でも気になってるんだと思う。母さんは父さんのことが忘れられないんだ。私もだけどね、うん、だから正義を求めるこの気持ちを分かってくれると思う。だからって好意的なわけじゃないけど、まあやりたいと思う気持ちは分かるだろうけど理解してくれるかは別だと思うけどね。今のあなたのことお父さんは賛成かな？いい質問だね。理屈では認めると思う。でも心配はするだろうね、うん、母さんと同じように。でも父さんはそこまで分かってんだね。ナティはこだわりを理解してくれるはず、うん、父さんはどんなに冷酷な敵が相手でも、うん、善のための戦いを避けなかった、うん、それに私に君みたいな仲間がいると知ったら喜ぶと思うな。そうかな。だといいな。ナティ、お気の毒に辛い思いをしてきたんだね。うん、お父さんは立派な人だよ。かっこいい人だね、うん、父さんはすごい人だった、うん、慰めてくれてありがとう。重荷を背負ってない人はいない。父さんがよく言ってた、うん、覚えてる。雨はどの屋根にも降り注ぐだよね。そうだよね。私たちはアッシュワインダーズと肩をつける。まずはハーロー。奴がいなくなったら次はルックウッドに取り掛かろう。私たちは前進してる。成功するよ。だといいんだがな。助けてくれたこと改めてお礼を言わないとね。あ、いいえ、全然。本当にありがとう。ナティにもね、助けられてますから私はね。お互い様ってやつよ。来られたね。うん、来た来た。よいしょ。ポピーとのね、待ち合わせ場所に来ました。不思議な雰囲気のとこだな、ここ。図書館で収穫があったみたいだね。蜂がいっぱい飛んでる。時間もかかったし、うん、地図もたくさん見たけど、うん、多分これがドランが言ってた洞窟だと思う。ケンタウルスさんがね言ってた。手がかりはほんの少しだったのに、ね、まだ確信は持てないけど一番有望じゃないかな。みんなが避けてる地域にある洞窟の噂を見つけたの、うん、物を隠すにはぴったりの場所みたい。考えすぎかもしれないけどあのムーンストーンみたいに謎めいたものは謎めいた洞窟に隠されてるんじゃないかな。今はどんな手がかりにもすがりたい。うんうんうん。洞窟が避けられてる理由は何？ほんとバカげてる。あの洞窟が人をおかしくするって噂なの。実際に洞窟に行ったって人の証言はないんだけど。人をおかしくすんの？ただの噂かもしれないし、中に入った人が話せるような状態じゃなくなったのかもしれない。あー、なるほどね。危ない目に遭うってこと？まあとにかく守るか。調べてみようか。俺がポピーを守る。ムーンストーンを直に見つめたら失明しちゃうのかな。ムーンストーンってそんなにすごいの？洞窟の入り口ここか。いろんななんか模様が描かれてあるね、この石に。面白いところだ。入ろっか。お、広そうね、これ。またムーンストーン見つけようか、ポピー。
まさか洞窟の噂を信じてるの？じきにわかるはず。あっでしょ。わあ。まあそうね。探せばわかるわな。うんうん。わあ。なに？ウーパーだっけ？かわいい。ポピー見た？全然ポピーが興奮してない。ああ、見た見た。何か言った？洞窟の噂話はこれだったんだね。うん。ウーパーの鳴き声を聞くとおかしくなるって言われてる。あ、そうなの？必要の部屋に飼ってるけど、おかしくなると思ったことないよ。あの子たちの声聞くと精神面が不安定になりやすいってこと？うん。なんか水浸しのとこ来たけど。見て、水が泡立ってる。泡立ってる？あっち？もっと近くで見てみる？私も思ってた。結構危険なことを平気でスイスイするな。この中飛び込むのね。よいしょ。おお。奥まで来たけど正解なのかな。あ、外だ。こっちっぽいね。行こうか。ポピーついてこれてる？来れてるね。よかったよかった。うわー、近くで見るともっと綺麗。いっぱいいる。きっとここよ。間違いない。これは間違いないね。行こうか。待ってるのを見て大喜びするなんて変だよね。うん、ずっと話を聞いてきたけど頭がこんがらがりそうだよ。冗談やめて。ウーパーがいるってことは密漁者はここに来てない。ここにムーンストーンがあるなら私たちが一歩リードしたってことね。あ、先に来たってことね。ね、でもすごい綺麗なとこだなここね。えカラフルだね、やっぱフーパーさんたち。見つけた。ん？月をまっすぐ見つめてるみたい。月？あ、これ？本当に月みたい。学者のムーンストーン。目的のものは見つかったし、感情遺跡に持っていくだけね。遺跡に持っていくの？でもここすごい綺麗だよ、ポピー。わあ。癒し空間だ。ポピーのおかげだね。ねえ、ほんと。この洞窟で正解だった。よかった。密漁者より先にスニジェットを確保するためならどんな手でも使わないと。うん、ドランの指示通りムーンストーンを環状遺跡に持っていこう。持っていくか。もう行こうかじゃん。行こうか。行こう、うん、今出発すれば日暮れまでには到着するはず。おう、あれが環状遺跡か。もう来たの？場所はドランが言った通りで間違いないね。うん、でもちょっと怖いかも。洞窟にはムーンストーンのために入ったけど、うん、遺跡に置いたらどうなるのかドランは言ってなかったから。確かに何が起きるか分かんないね。とにかくスニジェットと関係があればいいね。うん、そう考えると時間はないね。下に行ってみよう。あと少しのところまで来てる。うん、あそこにあるのがそうだね。あっちか。オッケー。ところでおばあちゃんは？あ、おばあちゃん？おばあちゃんはくじけてない。うん、夜泣き呪文を使って密漁者が現れたらコートの材料にしてやるって息巻いてたよ。奴らを呼び寄せたのは私。辛いよ。うん、スニジェットのことを聞いたら喜ぶよ。そうだね。そうだといいな。うん、おばあちゃんは守るべきものを守ることの大切さをよく分かってる人だから。うん、ここか。ルーモス、ルーモス。遠くからポピーのルーモスが。ムーンストーンを持っていく場所が分かったって言って良さそう。ここにはめるのね。はい。おお、綺麗。輝いてる。ああ、かわいい。ムーンカフちゃんよ。いっぱい来た。かわいい、かわいい。
例えばムーンカーフがダンスするって言ってたのこれかな。なんかダンス踊るんだよ。え、なに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 、なんか模様書いてあったね。かわいい。ムーンカーフのダンスだよ。そうなんだ。見ることができないんだから、うん、満月の時しか見られないはずなのよ。ひょっとするとムーンストーンのおかげなのかもね。ムーンカーフが模様を残すのは普通のことなの？ダンスに同じパターンは2つとしてないんだよ。詳しく調べたかったらしっかりスケッチしないとね。ムーンカーフのダンスを一度だけじゃなく二度も見れたなんて、おばあちゃんが聞いたらきっと羨ましがるな。前にも見たことあるの？最初の時はただの偶然、ハイウィングに乗ってなかったら見落としてた。あの夜、ハイウィングに会った夜、実は、あ、聞きたいな。どうやってハイウィングと出会ったの？話しておきたいことがあるの。うん。5年くらい前、ハイウィングは密漁者に捕まっててね。あ、そう。最初は売り飛ばそうとしてたけど、うん、結局は殺すことにした。多分もっとお金になるからね。私はハイウィングを解放して一緒に逃げた、うん、長い間飛んだ後、ムーンカーフがダンスしているのを見つけて地上に降りたんだ。それがいい印のように感じたから、最悪の状況が終わったって感覚、うんうん、あなたが言ってることの意味を聞いてもいいかな？あのね、ハイウィングを逃がした夜、私は自分の家からも逃げ出したの。密漁者のキャンプからね。私の家族は密漁者だったの。あ、そうなの？大変だったね。じゃあ、そんな、私ポピーがどんな思いで生きてきたか想像もできないよ。私は馴染めなかった。大きくなるにつれてそれがどんどんはっきりしていったの。おばあちゃんが私を引き取るって何年も親を説得してた。だからハイウィングと家出した時はまっすぐおばあちゃんのところへ向かったの。勇敢だったね。逃げて正解だよ。そうね。でも助けられなかった生き物もたくさんいた。今はとにかくそういう生き物を救いたいんだ、うん、なるほどね。そうか、見たから言える。間違いなく救えてるよ。手助けがあったからね、うん、このことは誰にも話したことなかったけど、あなたに話せてよかった、うん、話せる相手がいて嬉しい。いや、よかった。私もね、話してくれてありがとうね、ポピー。密漁者の家庭で育つってどんな感じ？一番よく覚えてるのはあちこち引っ越ししたこと、うん、いつも次の大きな獲物を追いかけてた。ゴタゴタして危険で子供を育てる環境じゃなかった。まあそうだろうな。親は知ってるの？例えばドラゴンを闘技場から救ったこととか。親とはもう話さないんだ。連絡してこないしね。最後に聞いた話だと2人はボルネオにいてアクロマンチュラで大儲けしようとしてたって。アクロマンチュラでか。でも話が伝わってても不思議じゃない。時々伝わっててほしいと願う自分もいる。今になって親と話ができたらなって思うの。2人に目を覚ましてほしい。でもきっと無駄だって分かってるんだ。難しいだろうなとは思うね。テントには大勢の密漁者がいたよね。知り合いに会わないか心配じゃなかった？密漁者は移動生活をしてるし、この辺りのキャンプに見覚えはないわ。でも誰かに気づかれたんだと思う。それでおばあちゃんにたどり着いたんだよ。なるほどね。急におばあちゃんが襲われるのなんか変だなとは思ったけど、そういう事情があったからなんだ。ありがとうね、ポッピー。話してくれて、話してくれて嬉しい、うん、ドランに伝えよう、うん、その記号を見てもらうべきだよ。それから密漁者も倒さなきゃね。そうだね。回収してくれたら私がドラン用にシンボルを書き写すよ。あ、これ？じゃあ回収しとくよ。はい。これダンスの後綺麗だね。なんかファーって出てて、よいしょ。そっか、ポピーすごくなんだろう、明るくて勇敢な子なんだろうなって勝手に思ってたけど、結構育ってきた環境がすごいところだったんだな。絵は完成した？あと少し。この模様は鳥かな。一応似た感じにはなったみたい。スニジェットを見つける鍵は月夜にありって日記に書いてなかった？そうだね。それだ。これをドランに見せなくちゃ。今どこにいるかは知らないけど、
城に戻ってよく寝た後に追跡した方がいいかも、うんうん、じゃあ一旦もう行ける？行っとく？じゃん。そうだね、行く準備はできてるよ。おうおう、戻ってきた。じゃあ一旦大広間に来てくれないかな。困ったことがあって、うん、友達の力が必要なんだ。オッケー、ナティからもメッセージが来たね。ゴーストさんが踊ってる、ダンスパーティーなってるわ。よいしょ。じゃあ一旦休んでからまたケンタウルスさんと会おうって感じかな。ポピーのお話はなんだろう、お友達一人一人のクエスト、これメインじゃなくてサブなのがすごいよね。結構しっかり書かれてるけど、すごいゲームだな。ん？あ、今気づいた。これフクロウだったんだ、この飾られてるやつ。かわいい。めちゃくちゃかわいいな。セバスどこだ？お、セバスちゃん、闇の犠牲を必要とする地下墓地の遺物なんてどういうつもりなの？気持ちはわかる。でもアンのためだ、やる価値はある。オミニスは知ってるの？呪文の本を見つけた時に書斎探しを手伝った。うん、分かった。オミニスも行くなら私も行く。ソロモンおじさんはフェルドクロフトを出たがってるから あまり時間がない。町から出るの？え、分かった、おじさんを止めないと。アン、時間を稼いでくれ、頼む。やってみるわ。じゃあまた後で。おじさんがアンを連れ出せるはずない。アンちゃんまたね。どこへ行くんだ？妹とはいつ会える？まあおじさんはおじさんなりにアンちゃんのこと心配してるんだとは思うけど、セバスチャンとももうちょっと深く話し合ってほしいなとも思うね。あの傍から見てる分にはね。セバスチャン、おじさんがフェルドクロフトを離れたいと思ってるなんて。アンが止める。時間が欲しい。時間？なんで？遺物のことさらに分かった。ああ、図書館にあった本とスリザリンの呪文の本を相互参照したんだ。うん、それで気づいた。うん、あの遺物は多分地下墓地の中でしか効果を発揮しない。地下墓地の中に連れてくの？あんちゃん、アンを地下墓地に連れてって何かを犠牲にしなきゃいけないってこと？それは危険そう。リスクを負う価値がある。最大の難関はオミニスの説得だな。彼が乗らなきゃアンもダメだ。それと絶対におじさんにバレないようにしないと。校長に言いつけられたら退学になるかも。今回はオミニスのことは僕に任せろ。うん、おじさんはもう闇払いじゃない、うん、彼が何も知らなければきっと僕らも平気だ。闇払いじゃなくても通報みたいなのされたらおしまいじゃないの？あ、そうね、この魔法省に知らせる可能性ね。このことがおじさんに知られたら魔法省の人に言うと思う？バレても魔法省には突き出さないだろう。知ってる限りじゃ円満退職じゃないからな。何も言わないけど。そうなんだ、なんかあったんだな。前から闇の魔術に強く反発してたのが関係してるんだろう。アンは以前の彼の行動をこう考えてる。うん、闇の魔法使いとの戦いで許されざる呪文を使ったんじゃないかって。職務のせいでこんな人間になったって急に辞めたらしい。少なくともアンはそう聞いたと思ってるんだ。だから家族の誰かが闇の魔術を使っても魔法省に通報するようなことはないだろう。幸運を祈ってるよ。それじゃまた。地下墓地に集まるときは知らせる。うん、袋を待っててくれ。じゃあまた後でな。あ、またね。セバスはじゃあオミニスを説得しに話しつけるってことね。闇の魔術をおじさんがなんか仕事で使っちゃったのをずっと後悔してるから、セバスに使ってほしくないってずっと訴えかけてたんだろうな、多分この感じ。ああ、辛いわね。あんちゃん、治るといいな。